時計の充電をね一晩中してたのにさ、パッて今時計見たらさ 8% しかなくて、え、おかしいと思ってもう一回充電しようとしてるんですけど、これね、そう全然なんか反応せえへん、なんでやろ、ほら反応せえへん、おーい充電してくれ、え変ですよね、なんで、ちょっと綺麗にしよう、すいませんお弁当読んでね、トモさん、ラゴトさん、高橋さん、トシさん、タミちゃん、こんばんは、タモさん今日もかわいい、ありがとう、タケくん、ミッチーさん、こんばんは、タマチさん、タラミさん、ありがとうございます、つかさん、カジさん、イベルゲンさん、こんばんは、なんでしょうか、なんでしょうか、なんで、タクトさん、こんばんは、ヒゲマジーさん、こんばんは、あ、待ってやっとしてないか、ヒゲマジーさん、あ、ん、聞こえてない、これ聞こえてるよね、お疲れ様、スタンプありがとうございます、うかめになくさん、ラグオトさん、ありがとうございます、マイク、ひげまじいさん、こんばんは、男性、あ、実家、たくやくん、いいやん、そう、スペインは今ね、2時3分、みなきさん、ゆすみさん、こんばんは、あ、お盆休み、今日までです、お疲れ様でした、よかったですか、お盆休み、みなきさん、500回目訪問です、ありがとうございます、ゆうじさん、こんばんは、お疲れ様、ありがとう、じゃじゃーんってゆき、たあ、母親のね、オーナフットさん、こんばんは、待たない、お疲れ様、ありがとうございます。どうしたんやろ、私のいろいろ全然そう、ほら見て、充電できへん、ほらおかしいよね、なんで、いやなんですけど、こうやってやって、もう一回ここ別のやつ、今携帯の携帯充電のやつ無理やろ、でも携帯は充電できるのよ、ってことはやっぱり充電器がおかしい、ん、髪の毛びしゃびしゃです、お風呂入った、シャワー浴びた、チップさん、こんばんは、マツさん、こんばんは、めっちゃやだ、あ、9月22イベント詳細もうしばらくお待ちください、多分もうちょっとでそろそろ出るのではなかろうか、どうなんでしょうね、ちょっと今マネージャーさんに聞いてみるね、モチーさん、こんばんは、チップさん、こんばんは、ね、やだな、充電できるの困る、充電できないの困るね、ちょっとこれでやってみようか、充電器で何が悪いのかを調べないといけない、ピピムさん、こんばんは、こんばんは、ほら充電できへん、やっぱり、え、見て、ほらやばくない、え、ビビムさん、ミチーズ、おかえりなさい、ご賞味してた配信者に課金した賞味 SG 余ってるので投げていい、2回目、え、うせや、2回目書いてくれてたんですか、これ全然届いてない、ショールームさん、しっかりして、こんな大切なコメントもちろん嬉しいです、投げてくれるのならものすごく嬉しい、投げてくれるんですか、嬉しすぎ、こんな大事なコメントもショールーム弾くの、やばくない、マジでやばくない、さっきお久しぶり、東京リサマ大阪から隣で泊まるか悩み、あ、それ私もね悩んでるなかなか来れんでごめんよ、お疲れ様です、いや海外からとかじゃねえ、ショールームやねん、海外のせいじゃない、これショールームのせいやから、私はショールームに文句を言っている、ずっと、やったー、クムさん、いっぱいナイスー、あ、待って、やば、カズさん、え、やばい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 、余ってるって、そんなに余ってることありますか、嘘だ、待って、やば、カズさんレベルアップ、ナイス、ねえねえ、思ってるより余りすぎてびっくりしてるよ、そんなにいいの、ありがとうございます、カジさん、いっぱいクマさん、いっぱいクマさん、ユニコーンに乗ったクマさん、ありがとうございます、あ、クマイベントのクマなんや、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、カジさんに皆さん大きな拍手お願いします、
イエーイ、なんで余ってるんですか、投げなかったん。ドリアンジさんこんばんは。やばくないね皆さん。マイナス連れてくれる。いや、ドリアンジさんこんにちは。俺もだいぶ長い間来れなくてごめんね。忙しかった。俺もスマホで充電できなくて、一回再起動が来たら充電できた。あ、なるほどね。一回これ一回再起動してみる。したらどうやって再起動、長押し、あ、やばい、エマージェンシーコールになって。一回充電切ってみた。だちゃんお盆休みちゃいますやって。そっか、15日だからやばいね。本当に地震多いよね今。ちょっと収まってる。でもやばい。タキナイスだるまさん、お盆休みだから文句言えないってみんな。ダメだってちょっと。あ、今日も台湾と神奈川あったんですか。台湾もやば。え、すごい。ジョーちゃん浴衣オフ会やって、よかった。私のイベントとかぶってなくてね。イケさん、おっちゃんチョコザップ入会します。え、てかさんチョコザップデビュー。アーポン TikTok からの絵道やって。お、いいね、いい流れですね。いい流れだ。ゆき音符とハートありがとう。お水飲むわ私は。もう使わん方がいい。一生これ使ってるからな。まあまあいいや。嬉しいよ、クマさんいっぱい。元気になった。嬉しい。明日新幹線名古屋、東京台風で運休。え、やばくない？大丈夫なんですか？飛ばない？飛ばないじゃないか。進まない？ふふふやって。入会即体験。逆じゃない？体験即入会？入会即体験？あれどっち？あれどっち？よいしょ。バイクの使い方で悩む。あー、なんかちょっとややこしい。私もね、あれやで、私も入ってるあれに。ほらほら、みえんけたん。バイクの使い方、あの私もあれなの、 TikTok じゃないよね、だっけ、チョコザップ会員やで。ラッパ飲みじゃない、直飲みあるじゃない。ラッパ飲みってさ、なんかちょっとこう開けとかないとあかんのじゃないの。こうなんていうの、直接口につけずにやるんじゃないの。昨日までにチョコザ入会したら夏キットもらえる。入会金もただ。え、なんかチョコザップって一生そういうことやってない？そんなことない？なんか毎日何かしらある気がする。私が入った時もなんかキットもらった。じゃあ水曜終わりのイベントだったから今週使わないかなって。なるほど、そういうことね。人がこう使う使わへんのやつは、そのなんかもうイベントが終わっちゃって、その人がもうこの人大丈夫かなみたいな、なんか何かがあったのかなと思ったんですけど、それを狙いました、まんまと。123ファンレベップです、ありがとうございます。 AGM の劇場小町にやば、プロ野球もやばいね。エビアンじゃないわ。タキハタありがとう。夏キット、春キットはない時期あったよ。へえ、何がもらえるの？夏キットは。チョコのプレゼントはダイエットの逆効果じゃない？ダイエットをメニュー、メインにしてるのであれば逆効果。チョコザップシャワーない。でもなんか、できそうじゃない？なんならこれからだってさ、ちょこちょこ増えていくじゃん何かしら。チョコザップ最初はさ、ほんまにジムだけやったのにさ、今はさ、ゴルフとか、あと何やったっけ、カラオケがあるとこもあるやんな。冬はキットカット
一番近いチョコザップが先日の浸水しちゃったの？やば。そっか、まあ確かにチョコザップやってるところって言ったらずっとやってるから、ひょっとしたら家賃は、うん、安いところに作るじゃんきっと。そんなんなんだろう、高級みたいなところには作らんやんきっと。だからそういう問題もあるんかな。大井競馬もやば、みんな中止になってる。台風で、それは台風でですか？シャワーがいいの？ゆき、シャワーあって欲しかった？シャワーあったら、買いになってた？そうね、明日の、あ、読んだわ、これ。ルカさん、NMB の劇場の休止はめちゃくちゃ経験してるもんね。横浜、巨人も中止だし、全部中止になってる。やばくない？で、キーハートありがとうございました。ちょっと行ったかって、汗かくしな。確かに汗かいてなかった。今はもうさ、シャワー浴びてもさ、ドライヤーで汗かくやん。日本の何湿度と暑さで汗すぐかくからさ、ジムなんていてちょっとなんかしたらすぐ汗かく。台風 CM みたいあんな爽やかに出てこられるんです。スポーツした後は爽やかよ。スポーツってか運動、運動した後は汗ダクダクでも爽やかじゃない？びしゃびしゃやけど気持ちが爽やか的な。え、沖縄の湿度がやばい。年便の劇で苦い経験、当選に言われたけど乗ってる電車止まって見れなく、え、めっちゃ辛い。そんなことが、え、それはさ、なんか保証とか出ないんですか？行けなかったからもう一回行けるよみたいなにはならないの？きーちゃんこんばんは。広島は無事。クソや、クソやつが風呂入ってこいってポストされる。あ、その何行っちゃって、そこでチョコザップの人たちに。あ、次の週に5番で見れました。それは振り替えで、振り替えのなんか代替、なんていうんやろ、電車遅延およびなんちゃらによって見れなかった人はみたいな、カバーのやつ。でも2番が5万になるのは悲しい。3番がちょっとずれちゃった。ポケモン、あ、ピカチュウやで、そうやで、ピカチュウやで。ここは暑いけど昼間とかは、昨日夜とかめっちゃなんか寒くてさ、普通に薄着で寝てるんやけど、今暑かったから急に寒かった。うん、関西もまだ台風はマシ？台風の影響を受けるとこやっぱ決まってるもんね。地震はね、なんか場所によるのはあれやけど、ないけど。私の推しの復活生誕祭は2番で看板戻されました。私や、私のやつや。カービィのね、アイシャドウ持ってない。スビール飲みながら慣れたら人気の高野なん、こう、何、おかき、うわ絶対美味しい。おかき大好き。テキありがとうございます。ハートナイス庶民です。お、キングキング、キングただゆきさん、どうしたパルベプナイスです。ありがとうございます。そう、いろんなアイシャドウとかがさ、なくなっちゃったからさ、そう、本当にこれあってよかった、マジで。これなかったら本当に悲しかった。これめちゃくちゃいいねん、このアイシャドウ、本当にめちゃくちゃいいの。みさえさん、こんばんは。
する前にお伝えしないと停電があった。なんで停電？台風？なんか雨とか？やだ、原因不明なん？いやや、ゆきおさんこんばんは。原因不明はしんどいな。原因は分かっててほしい。地下の電線の不具合？地下の電線の不具合でいろんなとこが停電しちゃうの？そこで2シャワーまでしたら住み着くやつでしょ。確かにそれはそう。あ、間違った。鏡なのに鏡見ようとしてた。ひえちゃんこんばんは。妖怪か。妖怪のせい。南海トラフのさ、南海トラフの一応注意しないといけない期間みたいなのがさ、終わりましたって言ってさ、ニュース流れてきてたからさ、ちょっとマシ、不安がマシになったなと思ったけど、めちゃくちゃスズメの戸締まりをさ思い出してさ、あ、戸締まりしてくださったんかな誰かと思って。わかる？見たストーリー。チコザップシャワーないよ。電池切れそういらしい。朝にあったんや停電。なんか妖怪？ゼロではないよねそれはね。そう、一旦終了ですよねマングースさん。そうそうそう、いつでもなる確率は日本におったらあるけど、でも一旦とりあえずほんまにやばそうな注意しないとあかん期間みたいなのは終了したやな。やっと水買えるかなって、ずっと水が売り切れやったって聞いた。いや、マンゲさん、いつかが来るよ、そりゃ。うん、明日かもしらんし、10年、20年後かもしらんし、わからへんし、その規模もわからへんし、なんかそれが日本に住むっていう、なんか、切っても切れないあれなんやろうな、みたいなさ、思うよね。カズさん、こんばんは。あ、森口市とかやったんや。停電？ 4時8分は停電したかどうかわからん。寝てる。真っ暗。米も売り切れ。お米ってさ、買いだめしとってもさ、なんか炊けへんやん急には。難しくないと思うねんけど、そんなことはないのかな。買ってないよりはあれ1個あったらだいぶ持つから買っとこうかみたいな感じ。ピラフいいな、美味しいよね。うわ、ミスった。あ、スペインは地震ない。うん、ひょっとしたらまあ何かでね、ある可能性はゼロじゃないかもしれないけど、100年ぐらいはないらしい。みずむさんこんばんは。髪がなければご飯を食べるといいわ。一緒や。水がなければケーキを食べるといいわ。喉カラカラなるわ。4時半分起きてる。カズさん、トライさん、ファンデペップナイス、ありがとうございます。あ、ずっと食べれるように5キロのやつね。お米は確かにあるとないとで全然違うから、あったら結構長い間持つもんね。野菜とかフルーツよりか。お疲れ、白玉さん。よいしょ。米とご飯が一緒なら米を食べるといいわ。まあ確かに。トレイキさん、キラキラナイフ。白玉さん、おっぴゆうかな。あ、相馬岳場所。あ、充電できてる。ちょっとこれなんでいっぱいやろ。充電できてる、できてる。いいわいいわ。テスさん、おはさまありがとうございます。ナイスです。白熊さん、ファンデペップです。ありがとうございます。お米は実家行ったら玄米がいっぱいある。え、私ね、玄米好きです。カイルさんの実家と一緒や。
でもうちの実家全然お米食べないから、そうだからそんなにないかも。あってもちょっと白ご飯のあれが1キロ2キロのやつがあるかなないかなぐらいじゃないかな。毎回ご飯を食べる家ではなくて、おかずだけとか全然昔あった。私がご飯あんま好きじゃなくてさ白子さんが警戒から注意になるんかなって。そう、また怖いのはもちろんね、もう一生怖いと思う多分、うん、なんか地震起きて、で起きて5年後ぐらいにもう次来るのは100年後やみたいな言われてたら、そこでやっと安心するぐらい。こんばんは、こんばんは、しまじょうさん、ちろくまさんが、おう、何回聞いたやろうってね、いっぱい言ってるから。なんかな質問だわ。カラフってキャラクター、あ、そうなん、ほんとチョコザップ浸水するんじゃねえのか台風で。場所にあれよるよね多分。大丈夫なとこもあれば、ほんまにやばいところもありそう多分。虹がね、チョコザップ行ってたのはね、めっちゃ綺麗なとこやったけど、あとはなんか結構高いところにあって、浸水とか全然ないとこやったけど、一回地下のとこも行って、そう、地下のところに行った時は、地下やからか分からへんけど、めちゃくちゃ虫よってさ、ほんまにどうしようかと思った。コバエがなんか大量発生してた。あ、いっぱい持って帰る代わりに稲刈りしなく、え、すごい、実家がお米作ってるってこと？美作さん、こんばんは。私の白川さん、何を言ってるんや。あ、何回に逃げたらいいの？何回やな。面白くないダジャレの話か。小室哲哉さんのグループ？チューズデイ、サルズデイ。宮本さん、こんばんは。今日は木曜日。あ、そういうこと。今日は木曜日。木曜日です。みさやかさん、ロリポップみたいなやつありがとうございます。今日は木曜日。大阪で寒天に氷水かけるってディスられてる。え？寒天あんま食べへんけど美味しそう。でもそれ、あ、西中島のチョコザップも地下なんや。なんかムシムシしてる地下みたいな、その換気がないこと行かないところは虫がちょっと怖いよね。虫問題。あ、ところてんやろ。やってところてんか。ところてんは確かにあれやね、黒蜜やね。どっちもあるか。お酢もあるし、あ、それは日本、東京行った時か。酢醤油。そっか、毎日眠い。わかるわ、毎日眠い。ところてん、どっちも美味しい。ところてんって心が太いって書くの？イングリッシュマシャ、こんばんは。心が太いっておもろいな。心が太いで、ところてん、懐がみたいな。関野の話でやって幻のような感じ。何が、あ、今週、あ、関東ね、台風の影響聞きました。うん、めちゃくちゃ怖い。ま、地震よりかはまだなんか対策できそうやから、家の中におったらね、なんとかこう生き延びれそうやからさ、地震よりかはまだマシやけど、でもやだな、怖い、うん、やっと沖縄で飲もうか。うん、ふとこれがふとエリカによって、あ、聞いて、キャリーバッグ買ったんです。キャリーバッグ、
やだ、ゆきさんも待って、実家農家の人多ない？宮本さんも、カズさんも見て、昨日ミュージカル見てきてんけど、この中にたくさんのグミが入ってる、あ、整形結果が早かったんや、いいね、嬉しいですね、それは。回想って意味なんですか、ところてん、心の回想。うん、チェリーバッグ買ったの。ね、誰かがくれるはずだった。本当？うん、5万円のやつ。誰が持ってたキャリーケースがこれ。見せる。どこや。どれや。こんなやつなのね。こんなやつ。これがサムソナイトなんですけど、サムソナイトのキャリーバッグが一番軽いの。これ90何リットル入って2キロ弱、2キロちょっと。強くない?50分は早いね。島田さん、ファンデパパ、ありがとうございます。ナミちゃん、ラブ北海道さん、こんばんは。誰かじゃなくてムーさん。ムーさんくれる？ほんま？スペインって水美味しいです。美味しい。ムーさんくれたやつ。あ、前にいただいたやつは、あの、機内持ち込み用。これは、1週間以上。宿泊するようなやつです。めっちゃでかい。ゆきおちゃん、エミチーズ。おかり。コルモ派。コルモ派っておもろいな。海藻の名前独特すぎません？キラキラネームや。サムソナイト。めっちゃいいよね。デザインもかっこいい。羊さん、こんばんは。中身は、だいたい、飛行機会社、航空会社によるけど、23キロまでとか多いんですけど、うん。でも、23キロ分入れてもさ、キャリーケースごと、キャリーケースが例えば5キロやったらさ、18キロしか入れてないじゃないですか。でも、外が2キロやったら、もっと中身入れれるの。キャリー買ったの。あれは130リットルくらい？え、だから90何リットル。うん。なんか TikTok ライブやってるって。お。初見です。あずさん、初見じゃないよ、お帰り。ね、僕とじゃあ私、玉ねぎさん、ダルマさん、ありがとうございます。ウヒルさん、こんにちは。かわいいナイス。玉ねぎさん、ありがとう。え、ハーク26歳。ハークが26歳か。ハークも大人やな。もうゲーツ分行かなあかんから。玉ねぎさん、こんばんは。ミリオさん、お世話ありがとう。サムソナイトのデザインも好きくない？ほんと？何が好き？ウヒルさん、ダルマさん、ありがとう。メール受けてるんで無音です。デルモさん、ありがとうございます。これ結構ね、好きよ、うん、こんなこんなやつめっちゃ軽いね、うん、あ、ジョーちゃんと同い年なの。中の引き根がちょっとって何？11月でルーちゃんも誕生日。網のやつ、網のやつについてないわこれ、うん、
もうキャリーケースの写真ないわ、これ以外に。4次元ポケットがいい。私も冷蔵軽いんですよ、めっちゃね。宮本さん本当にお星様とマイクありがとうございます。あ、海浜ちょーちゃん見たけどすっかり大人だった、だって。気になる、めっちゃ。どんなんか、アメカと同じ役でした。うん、アミ邪魔？本当？全然アミね、全然会ってほしい。落ちるから、いっぱい入れると。かっくん、こぼぼ。アミ伸びてる？マジで？あ、いけないよ。9月15。行かれへんね。悲しい。呼ばれてないけど、でも。何の役やったんや、何ちゃんの役か。うん、ないの。似合いそう。ゆうちゃんウィッグつけてましたって。あれも呼ばれてない？いけないけど参加できるんですよね、オンライン。ちゃんと私のイベントに被らないようにしてくれたのかな。うん、見た？私のストーリー、みんな私のストーリー見た？みんな私のストーリー見たか？全然呼ばれてたら20連続で大阪へする。楽しんでくれそう、塚さん。池さんはカツラじゃない？か、うさ、うかさん、こんばんは。私のストーリー見た？みんな。海とレモンティーどちらが好きですか？初めての選択肢、レモンティーで。うん、今月来月とやくさん2週連続で東京。私は来月は3回ぐらい東京行く。何かずらの話してんの。みんな私のストーリー見たか？みんな私のストーリーにおわせを見たか？天使たん、チラリチラリ。あ、9月もっとメンバーのイベント多し。もう池さん、エミカのやつはもうメモしてくれたやろ。もう見てくれるやん。見てねえよ、見てよ。なんでうちのやつ昨日のストーリー終わってない。あと3時間で終わる。見てないの？私の匂わせストーリーやのに。これで分かってくれる人は、ミチってなってるかもしれない。よっしゃ、今見た。期限切れですって出た。嘘や、何それ、何見たん？全然見れんで、まだ。生徒さん見た？なんとなくこう、なんとなく、え？あれ、え？え？ってなった？ストーリー既読出るよ。
ストーリー見た？みんな。あと2時、3時間ぐらいで消えちゃうよ。タグどこのタグしてるんかなみたいなとか、ティラミスのやつ、そう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 。どこに、私にしか見られへん。インスタグラム、インスタストーリー。1個目のやつはタグしてるやつとか、感激したやつだっけ？感激したやつ違う。みんな見てないな。何、ちょっとあれ、SNS とか苦手ですか？それだとただゆきさん見れんやん。なんで？パーチーのやつ、パーチーのやつ、ティラミスのやつ。パーチーはないけど、パーチーって何？パーティーが何か分かんないけど、なんでって、エミチしか見れん言うてん。あ、そういうこと。あ、既読がね、既読はエミカしか見れへんってこと。そう、既読はエミカしか見れないです。でも既読はね、千何人とか何千人おるから、一個一個は見てかれへん。いいねしてくれた人は上に上がるから見れるけど、差し入れっぽいやつ、ラッピングしてるやつ。ああ、そうそうそう、お食事会、これただのなんかケータリングのとこやねんけど、そう、パーチタイ料理についてる草、そんなん載せてへんな。そう、これは撮影お疲れ様でしたの差し入れみたいなやつなんですけど、なでしさん既読になってるかどうかで分かるん。あ、それは分かんない。そんなん書いてたん？ね、ほんまにさ、全部のコメントここに反映されへんの、どうにかしてほしい。すみませんね。ホタルさんこんばんは。ね、ジップさん、昨日まで大阪5日仕事で行ってました。ちょっとジップさん9月も来てね、イベントあるから。楽屋みたいなやつとか、そう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 。あかりちゃん誕生日明日。そうで、これまあ撮影してるあれなんですけど、そう、あれあれみたいなんとか、ちょっと匂わせちょっとできひん、みんなちょっと言った方がいいんかな。これストーリーね、ストーリーなんですけども、例えばあれみたい、あれみたいなんとかここタグしてるやつこうしてもらって、あ、こうしてもらったらあれみたいなのとか、ちょっと見ていただいたら、ちょっとね、何語かわからんから、まあ、スペイン語なんですけど、何語ってなってると、ちょっとひょっとしたらわからへんかもしれんけど、なんとなくの匂わせですね、これね。たかみさんこんばんは、こんばんは。あれ、ずかさん、あれは楽屋の名前のやつ、何も匂ってくない、ほんまに。そう、バンクーバーさん、カナダじゃないんだ、推し似てるけど、確かに違うわ、元気さん。そう、これ一番わかりやすい、なんか匂わせをあれやん、ドゥドゥン、何のマークか分かりますか皆さん。機会遅れてありがとうってガヤガヤしてるやつね、カヤとか。そうそう、ドゥドゥン、匂わせ匂わせ、何が正解とかだから何も言わんけど、ドゥドゥ、皆さんにちょっと匂わせしとく。これはサバカなので、初めましてではないです。あ、そう、サブって見えてんの、見えてたよ、ジップさん
コメント流れてた？本当ですか？え、呼んだよ。仕事まで、仕事で大阪行ってたよって。で、9月も大阪来てなって。お仕事があるからね。推しに会うためのお仕事。バンクーバーさんとお仕事をしていたんですけども、そこ行けばどんな、バンクーバーさんは、バンクーバーメディアは、皆さん大好きなカサデパペル、ペーパーハウスか、ペーパーハウスとかねやってるあれですね、ところになります。めっちゃおもろいよ、見てみて。見てない方は、私の最大限の匂わせ。そういうこと。任天堂じゃない、通天閣じゃない、テラスハウスじゃない。あれみたいな、あれみち何をしてんのかな、ここで、あれみたいなね、思われるかなと思うんですけども、そうっていうお仕事が終わりましたので、半年間のお仕事が、お仕事お疲れ様ってもらった何やつなんですけども、いや全く分かりません。分からんのか、分からんのか、私の最大限の匂わせ。7週間やろうと思ってた。主演映画じゃないけど、あ、2028年はロサンゼルスオリンピックやって。たかしさんお疲れ様。バンクーバーは、まあ、見たらわかる、あのそのタグとか、タグちゃんと見て、相手のその何ポスト見たらわかる多分。今はねまだスペインです、チップさん、うん、でも今月末には日本帰って、9月22はじゃあ21が東京で、22が大阪でイベントあるよ。ゆうたさんこんばんは。そう、よかったら私の匂わせはあと3時間しか見られへんので、これは一体なんだ言ってくって、見てもらったらわかるかもしらへん、なんとなく。あ、白玉さん見つけた。日本帰ってきたらゆっくりしてほしい。いやマジゆっくりしたい。でも家をね可愛くしたいねん今私は、自分の部屋を。ここの今住ませてもらってる部屋がめちゃめちゃ可愛くて、そう、私はほんまにラグが欲しい。ラグ見えるかな、これ、このラグ、こんなラグ、このラグが、こういう系のラグを買おうと思ってる、マジで本当に。まずはラグ、そしてあの何、カーテンじゃなくて、なんていうんですか、こう、あの刑事の人がさ、くって見るやつ、くって、あの操作の時にくって見るやつ、こういう、なんていうんですか、ブラインド、たしさん、パンレベルね、ありがとうございます。ユッキーが大喜利始まってる。そう、なんで家のね、なんかちょっとあれをしたい、綺麗にお部屋を片付けて、でなんか可愛く家の部屋のアレンジをしたい。ビビビさん、音波ありがとうございます。ロールカーテン、ロールカーテン、ロールカーテンってどんなん。ラグビーなら知ってる、ヒロシ君初見です。お、たたきさん音波ありがとうございます。おぎりやなくて何も分からん、無臭です。ユッキーとか言うとほんまに、ほんまに大喜利やからな、ユッキーは。
ユキは大喜利やからな。くるくる巻き取れるカーテン。そう、かわいい。お父さん、こんばんは。とりあえず契約しとくか。白玉さんは匂わせを受け取るの上手やからな。匂わせ受け取り上手やからな。匂わせ、何か分かった方は楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。という感じです。私何時からやってんのこれ。見るわ。今そのカナダって言ってる人はあれよ、多分見てないでしょ、その相手のなんていうんですか、タグを押した時に飛ぶ先を見てないでしょ。誰かよろしくね。まあすぐじゃないんでね、ちょっとまたお伝えします。膝膝今日おつまみ買えなかった？あら、何で食べたい？おつまみ。おつまみ。おつまみ何が食べたいですか？チータラいいね。チータラ美味しい。しまじゅうさんフォレメパーナイス、ありがとうございます。チーカワじゃないよ、だってチーカワって、あ、キャラクターの方。サキイカの天ぷら、お掃除機してはる。私の好きなおつまみはサラミ、サラミ、あとはあのチーズのパキパキのなんか乾燥されてるやつ、チーズがなんか固まったみたいなやつ。笑ってる。そんなにダニエルがいるのか。タラタラして、あ、タラタラしてんじゃねえよ、めっちゃ好き。でも須田子さんの方が好きかも。おつまみって言うんかな、あっち系で言うと。チーズのフライ、フライも美味しいですね。なんか、あ、分かった。新幹線でマカデミアナッツとチーズと、あ、パスタレーゴ、あ、エストレセンド、カスミルド、テンデラロ、テンデラロパ。あ、sí, sí, sí, no, claro, perfectamente. Gracias. Y si te vas, luego que tengas un muy buen viaje. Ah, muchísimas gracias. Pero hoy estoy aquí. Ah. Mañana veré. Ah, vale, vale. Yo no sé qué día vivo. Ah, no, 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 no. Nada, te veo luego. Después, adiós, gracias. チーズをオープンでカリカリにして、めっちゃ美味しいよね、それは大好き。あー、かば焼きさん太郎めっちゃ好き。あっち系大好き。あのわさびのやつもあるの分かります？なんだっけな、わさび、わさびの名前忘れちゃった。茎わかめは昔好きやったけど、今はなんかどっちでもいいぐらいになりましたね。なんか食べ過ぎて。鶏ももの肉コンフィ、美味しそう。たたれた、同棲、同棲してます。シェアハウス。とりあえずインスタライブのアットマークに飛んでみるといいです。そうですね、そうそうそう、飛んでみたらなんとなくわかるかもしれない。もうなんかもともと知ってるやつとかがあれば、あれ知ってるぞこれってなるかもしれない。え、今売ってないんですか、新幹線のナッツとチーズ。え、あれめっちゃ大好きなんですけど。わさびやみかのフォトブック。柿の種わさび味美味しいよね。鶏軟骨の唐揚げとアヒージョがあれば永遠に飲める。うわ、鶏軟骨の唐揚げ大好き大好き。アヒージョはまあ、お酒っていうよりかは普通になんかご飯として食べたいんですけど、でも鶏軟骨の唐揚げとビールとか最高ですよね。わさび、グリーンピースとちゃうんか、違う。
またブックをすりおろしてお召し上がりください。ちゃうねちゃうね。で見るとこうやって新幹線の時に枝豆買う人いるの？わかんない。車内販売、そう今はないもんね。夏はリターンさせられるぞ。東海道新幹線の車内販売、そう東新幹線の車内販売、そう終わった。でも売ってるのは売ってるよ、なんかコンビニとかで。その、ね、車内販売ないから、駅電車乗る前の、新幹線乗る前のコンビニみたいなとこでアイスとかもさ、あのスジアタのアイスとか売ってるやん。あんなに並んでナッツとチーズのやつまだあるはず。みさこさん、エミチーさん、おかえりん、おかえりん。グリーンは営業しているのは西だけかって。ひかるくん、こんばんは。うわすごい、 SKE 行った時に10袋まとめ買いして毎回車内で3袋食べてたって。めちゃくちゃ大人買いや、すごいな。グリーン車だとお弁当とか持ってきてくれるって、すごい。それはめっちゃ最高、それは最高。弁当持ってきてくれるのいいな、なんかビップだな。なんかさ、もうちょっとでご飯食べに行きたいけどさ、ちょっとおつまみ食べよう。そうなの。とりあえず今はなんかあの携帯の Wi-Fi に、携帯の Wi-Fi って言わん？携帯に繋いでる。コンビニは高いのでお弁当買えません。高いよねコンビニって。公園台、石がすごく硬いアイス台。めっちゃね、でもそれだけでものすごい何あの贅沢な旅になりますよね。あ、ストーリー見てきた？あれは何なんだ言うてな。ちょっとなんかストーカーしてもらったら、いろんなとこアクセスしてストーカーしてもらったら、あれって。これってひょっとしてうん？ってなるかもしれない。スジアタ大好き、すごい硬いアイス。アイスもチョコレートも半時計ぐらいが好きなんですけど、全部。あ、自動販売機になってんのか。タグ先には飛んでないの？ヤンチャクレさんもタグ先に飛ばんと。タグ先に飛ばん。タグてるんですよ。え、タグてるんですよ。え、硬いアイス用に専用スプーンがあるの？溶けるやつか、すぐに。すぐに溶けるやつや。ちょっと待ってね、みんな。例えばフレッシュチョコパイアイスいいな。あ、アルミ製のやつね。私もあるわ。納豆食べたい。マジで
すぐか大事なかって言ったら上に心配されたとかです。そう、結構早くスイッチある。でも包丁で切るの面倒くさいから買ってない。切るの面倒くさくなっちゃった。豪快に。フレッシュジュースがあるの？スジャータっていうフレットっていうのかじりました。え、分からん。チリが下手なんで。洗濯機回してる。コーヒーフレッシュなん？サラミ。うんうん、ミルクね。めっちゃいいじゃん。ミルクな感じよね。ありがとうございます。白のカビサラミ。めっちゃ美味しいよ、これ。マジで美味しい。トルネード式換気扇。あれ？どれ？実際には油やけどな。あれミルクじゃなくて油なんですか？めっちゃやだ。そうなん？え、そうやね。持ち込めないんですよ。お土産が無理なんだ。これ私本当に持って帰りたいけど。そう。本当に持って帰りたいんですけど。日本で買うとか1本1000円ぐらいするのね。でもスペインで買うと1本200円ぐらいで買えちゃうんですよ。そうだから本当にマジで持って帰りたいのに輸入になっちゃうから高いんだって。フレッシュはじゃあめちゃくちゃ不健康やね。そうそう、肉製品はね止められちゃうんだ。残念ながら辛いよね。そう、お肉持ってるんですか、貸しなさいって言って取られちゃうねん。で捨てられるのにお金も払わなあかんからさ、なんかそんなんもったいなすぎるやん。なんか取られるだけとかやったらさ、ワンチャンさみんな持って行っちゃう人もいるんやろうけどさ、お金も払わなあかんのとかなったらさ、結構大打撃じゃん。不健康じゃないの？ちゃうの？あ、知らない？やちゃくれさん見たことなかった？
い丸見えてるやつそうそうそうよくやってるやつ。服に入れてみて。ワンちゃんおんねんで、ちゃんとあの飛行場にはワンちゃんがいて、ワンちゃんが見て、ワンちゃんが匂ってクンクンクンってして、あこいつ臭いですって言ってバレんねんで、ああいうのって。そうダメなんだぞ。なんか悪い成分あるんって。え、不健康じゃないの逆に。どうしよう、持たれへん iPad。 ちょっと待って、みんな iPad 持たれへん。持たずに歩いていった。すいません。お水お水。iPad 置き去りで。すみません。よいしょ。油はあかんねやろ。トランス脂肪酸だな。つかさん。そうそうそう。トランス脂肪酸が入ってると不健康。ただいま。アメリカでは禁止されてて、日本ではあってみたいな。置き去りされたらもうこうたらん。すみません。すみません。さあ、ご飯を食べようか。いただきます。チョロズカさん、優しいチョロズカさん、ズッキーニ、マタ君が怖いこと言ってる。フランス脂肪酸が悪いのは確定してるようだって。エンジャグナがいろいろ見てる。ユウさんこんばんは。こんばんは。悪いの確定してるのに、日本の政府は大丈夫大丈夫って言ってるってこと？やばいやん。怖すぎ。受験生の最年長22歳なのか。最年長を狙ってるな、さては。ただゆきさん、人と感性がちょっと違う。添加物あんま取らない方がいいって言うもんね。うん。いいね。うんふふ。
生労働省さん頑張ってください。なんて言うんだか言いませんか。多分多分ガソリンスタンド何？EU めっちゃ厳しいよ。めっちゃ厳しい。EU ではさ、ロキソニンも使われへんねんで。マーガリンね。ゴキブリさえも避けると言われるね。でも最後でやりたくないの？日本人のなんか通常摂取量がなんか人によるよね。でもね。日本はセルフが馴染まないって。全部今セルフやもんな。ロキソニンとマーガリン毎日摂取します。やばいやばい。あ、なるほどね。それもあるかもね。つけるさんね、めちゃくちゃ何十年中さ一度落ちてたのね。応援したくなる言うて。そう、ロキソニン日本人一般的ですもんね。なんかね、そうこっちではなくて、逆に言うとあのスペインは、スペインかヨーロッパはメラトニン、メラトニン眠くなる、あのよく寝れるやつ、メラトニン、あれはめっちゃ普通に売ってるけど日本では禁止されてる。バターめんどくさいの分かる。ロジュさんロリコン。マジさんやばいって言われてる。最近のね、若い子、大人っぽいから、と大人っぽいから、ね。とか言って見たら、めちゃめちゃツインテールの可愛い子やったらどうしよう。めっちゃロリコンや、言うて。うん、編曲さん、ロキソニン嫌なの？人がの紫さんが呼んでましたよ、だって。でも北海道さん詳しいね。普通に聞かないんだ。ホタルさんファンデバップないし、あ、でもカサミラが投稿しましたやって。いいね。みんないいねして。TikTok。ユリニのことちゃんは、ユリニのことちゃんおもろすぎるやって。じゃ見てるやん。あ、8月29日に赤羽で待ってるって言っとってって言われたの忘れてましたやって。やばいやばい。行かなくちゃ。ヘンキちゃんこんにちは。うまい。
美味しいな。うん、大好き。この6人じゃないやばいこと言った今。何これ、きゅうりみたいなやつ、ズッキーニ。まさきさんプロデュースしてんの？うん、ジュースやめたんや。多分北海道産ガソリンスタンド向いてなかったよね。私もね、鎮痛剤使い分けてる。うん、なんなら日本のとスペインのも使い分けてる。メラトニンとマグネシウムも使い分けてる。ズッキーニ、おいしそうやんてくれさん。ブルタレンとロチョニ、あっこれじゃん、クモ。あとはあれもある、イブプロフェン。ちょっとこれじゃん、クモ。トシさん、エミチズおかえりー。リーさん、こんばんは。ガソリンスタンド行かない私。あ、すごい、人間関係良かったらいいんですね、それは大事。200リットルのやつを足に倒したって言ってたから、だいぶやんちゃしてたんかなと思いましたよ。こんなのこうしてやる、バーン。インスタライブって非公開にできる？わかんない。どういうこと？インスタライブを非公開って誰も見てない状態でライブするってこと？ただいさん、あれやん。うーかやろ。ご飯も。いつもカロナール効かない。ゆうちゃんこんばんは。トークさんこんばんは。ブルタレンカプセル変えてほしいけど、あ、変えてくれへんねや。でも皆さんお疲れ様です。特定の人だけって感じ。わかんない。ズッキーニ何つけて食べてるの？なんかね、なんて言ったらいいの、あれ、日本の、日本にはない。なんかスペインのなんかパンに塗るやつ。フォローしてるんですね。ライブ風人しか押しても入れない。ブロックされてる。見ようか。サブスクあります。サブスクあるわ。あとはプラクティスっていうのもあるし、練習配信、あとは仲いい友達だけみたいなのもある。選べそう。エブリワンしかやったことないか分からんけど、あるある。サブスクやってるんじゃないですか、その人。いい思い出ですか。すごい素敵ですね。高校時代のバイトっていいですよね。
帰る大阪、大阪、東京、忙しいそれは。ふたくんパルブナイス、ありがとうございます。特定できるって、今日ゆっくり限定でできるの、努力させない投稿見れるし、投稿見れてもね、インスタの何ストーリーだけブロックされてることもあんねんで。聞いてた？風花行ったらな、風花、風花行ったら東京、大阪、東京、今度東京、大阪、大阪か、ね、行けるか、え、暗口でやったんや、なんちゅうくれさ、ごめんなさい、何もかかるの、楽しくやってないの、聞いてみたら、ほんとは、うん、洗濯してる、どれも見える、何やろうね、じゃあ大阪大阪、ゆっきー、ちょっと信じ、信じよ、めっちゃいいじゃん、私がゲストやったら無理しても来てくれた、15年前ですけど500円、月1で焼肉連れててもめっちゃいいな、それは楽しそう、ゆっくりなんですよ、さっきも言ったけど、で一覧にライブ表示がそこそこ、あ、さ、それはあるかも、バグってるかもよ、ゆっき、なんかなんでやろうね、ずっとずっとライブしてるってことですよ、ノブさんパリバップですよ、ラリポップありがとう、ジェットエンジンの音、エミジサブスクやってない、ノブさんこんばんは、見れる人限定してストーリーアップしてるんや、ちくるさん、何を隠してるんや、あ、ズッキーニ使う材料が、料理が思い浮かばない、ズッキーニはね、もうズッキーニだけ切ってオリーブオイルで焼いて塩かけて食べるだけでめっちゃ美味しいです、それだけでいい、あとはサラダに入れるとか、私はいつもなんか野菜を取るそうな気持ちでオリーブオイルで焼いて塩で食べてる、マジでそれ美味しい、なんか余計なことしなくて美味しいって感じ、あ、特別追加して、あ、そう、 TikTok はサブスクやっております、やっております、ありがとう、あそこフォローしてくれてアカウントだって、なるほどね、なるほど、なる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 、いいね、大丈夫、塩焼きおすすめでございます、インスタはやってない、うん、やろかやろか、オリーブオイルマジ最高、ライムカバーが色汚いなってバレた色が汚い、すごいね、これもともと真っ白やったと思うと、すごい汚くなってるね、確かにね、汚い、なんでいいよ、インスタサブスクあるある、こちらが見たいアカウントフォローしてるから基本的そこ違う、ああなるほどね、確かに白やったとは思えない茶色ですね、やだ汚い、なんで汚い、汚れ、やだやだ、ハニコも嬉しい、ありがとう、あ、そうなん、ミルキーさんからサブスクお誘いがあるけど、だお誘いとかあるんや、はい、ごちそうさまでした、美味しかった、そうなん、透明のシリコン黄色くなっちゃう、本当にやばい、ご飯食べたからコバエが来た、やだ、どっか行け、
アレクサに iPhone 買ってもらったらケース送るな。なんだってそうだ、2つ飛んでるの。嬉しい嬉しい、めちゃめちゃ嬉しかった。サプライズ、カズさんからのダメだよユキ、やめちゃダメ。なんかグループみたい。もうマジでほんまにお前どっか行け。窓網戸とかなくて全部開いてるから、網戸とかなくて全部開いてるからさ、ご飯食べたらさ小林入ってくる。じゃあ洗うわこれ、食器、洗濯物もそろそろ終わりそうやし、はい、頑張りますじゃあ皆さんランキング読んで終わりますね。みんな お時間ありがとうございました。楽しかったし、カズさんはいっぱい投げてくれてありがとう、嬉しい。じゃあランキング読みますどこや、いきます。13位ゆき、12位上広さん、11位戦うまとよしかさん、10位よしさん、9位みさおこさん、8位ともっちさん、7位ずかさん、6位うーかめんの箱押しさん、5位ただゆきさん、4位ビビビビビさん、3位たまねぎさん、2位としさん、そして1位はかじさんでした。ありがとうございました、楽しかったです。ゆき抜けちゃダメ、ゆき抜けちゃダメ、であのあれがけえへんくなっちゃう、ほんまくなっちゃう、ほんまダメだよ、私の周りにいたら殺しちゃう。ああオイルに溺れちゃった、泳いでる小バエが、ね、気持ち悪い。ああオイルで、オイルに溺れて死んじゃったあ検証ルーム SG のあまりの俺は大丈夫。いやそれはだってさ、あまりでも私投げてくると嬉しいじゃん、ありがとうオイル溺れた、早くこれをすぐに洗ってきます。じゃあねみんなありがとう、またね、バイバーイ、おやすみなさい。